こんにちは、バルです。今日はビーズの雑談ラジオをしていきたいと思います。本日はですね、もうフリートークでございます。はい、ですね、14日からライブが始まるということなんですけれども、公式さんのですね、ライブ情報がですね、まだというか結構も出していただいているんですけれども、この盛り上げ配信ですね、ちょっとですね不足しておりますので、自家発電ですねするための、動画というかラジオを、はい、撮らせていただきたいと思います。はい、ですので今日はですね、フリーでですねライブにまつわる話をしていければと思います。はい、ではまず、1つ目です。今回はフリートークですということで、ライブ情報はまだかというところで、まだかというかですね、もう結構公式さん的には出し切ってくれたのかなっていうふうに思っております。はい、で我々的にはですね、グッズ情報が欲しいなとか、もう少しですね盛り上げが欲しいなっていうふうに思っているんですけれども、14日からの公演はですね、急遽決まった追加公演というところで、もしかしたらですねスケジュール的にはもう少し余裕を取っていたのかなっていうふうに思うので、ここで情報がまだないってことは仕方がないことかなっていうふうに思いますし、それこそですね、昔はもっと今より情報が少ない中で、期待を高めて、ライブ本番っていうところでしたので、そういう久しぶりにこう未知の感覚っていうのを味わわせてくれているのかなっていうふうにポジティブに考えております。はい、皆様は、どうですかね。はい、気持ち的には。はい、でその中でですね、自家発電をしましょうっていうところで、今までですねライブを皆さん見てこられたと思われるんですけれども、その中ですね、個人的にこう湧いたパフォーマンスはとか、湧いたですね、ファンサービス、ファンサービスはあまりビーズさんしないと思うんですけど、いかがですかっていうところでちょっと振り返ってみようかなっていうふうに思っております。はい、ちなみにですね、バル的にはですね、やっぱりこう演出、ビーズさんがもう2人ステージに立っていれば、それはもう最高のパフォーマンスなわけでございますよ。はい、衣装含め楽しませてくれてますよねっていうところなので、ちょっと私は個人寄りというか個体というか、はい、その人の、キャラ寄りでちょっと見ていこうかなっていうふうに思っております。はい、まずはですね、一番こう小さい時、学生ですよね、学生時代の時に記憶に残っているのはサークルオブロックですね。ステージが円形になっていて、時にはその円のステージがぐるぐる回ってですね、高速回転の中、稲葉さんと松本さんが変装するっていうとんでも装置が ある伝説のライブですね。あれに、現場に入っていてですね、演奏が全部終わって最後演者がはけていく時に、シェーンっていう風にラブコールをですね、シェーンに送ったわけですよ。そしたら気づいてくださって、首にかけてるタオルをですね、こちらの方にぶん投げていただきまして、あーすごい、こんなことあるんだって思ったらですね、前の席のお兄さんがタオルをゲットしたっていうですね、少ししんみりとした記憶がございます。はい、タオルはゲットできなかったんですけれども、ちゃんとこっちの声って聞こえてるんだっていうふうに思ってですね、はい、非常にびっくりした記憶がありますね。はい、そういうふうに思い込んでるんですけど、これよくファンあるあるですよね、こっちを見てくれているっていうふうに思い込んでるようなスタイルあると思うんですけど、まさに私もそれだったかなというふうに思ってます。はい、で次がですね、これビーズさんじゃないですけど、稲葉さんのソロプロジェクトで、N2 ですね、N2 の、ライブが、品川の、あれはどこだったかな、品川のステラホールだったかな、違ったらすいません、で行われておりまして、ちょうどもうその時は社会人でしたので、ライブの途中から参戦したんですよね。はい、で途中から参戦して、で席はその時も自由でスタンディングだったんですよ。なので、もう前にはお客様がいっぱい固まっているっていう状況なので、もう途中から入ったので、後ろの方の端で見てたわけですね。はい、で、その中で途中で、演出でですね、稲葉さんがその端の方に、端の方の高台にですね、走り込んできて、M 字開脚で座り込んで歌うっていうシーンがあったんですけど、見事にですね、その座り込んだ場所が私がこういた端、本当に後ろの端の方だったので、稲葉さんのですね、M 字開脚の様子を、ドセンターで見ることが
ってきたんですね。 あれは結構インパクトが強かったです。はい、今までですねラジオじゃないやライブに何回か参戦はしてきたんですけど、まあ、一番近い距離で稲葉さんを見たじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、非常にスタイルが良くて顔がちっちゃいっていうような記憶しかございません。はいはい、っていうのがインパクトありましたね。はい、でですね、まあ、それ以外は、まあ、こうあざといなって思う瞬間が最近は多くてですね、まあ、火の鳥で恋心をやったと思うんですけど、その時にこう松本さんがぎこちなく振り付けをするとか、稲葉さんがですね大サビラストのサビのところで振り付けを間違えて一番最後にテヘペロッと頭かいてですねウィンクするみたいなので締めるっていうのがですね非常にあざとくてですね可愛かったですね。はい、まあ、この演出って何ですかね、我々というか女性ファンは非常にテンション上がると思うんですけど、男性ファンから見たらどうなんですかね、いかがですか。はい、いつかのですねアメトークのビーズ芸人の時は、まあ、男性の芸人さん一致でもう可愛いんですよって言ってたんで、まあ、大丈夫なのかなっていうふうに思うんですけど、まあですねリアルな男性ファンの皆さんはああいうちょっとあざといシーンってどういうふうに思われてるのかなっていうふうに思うので、まあご覧になられた方がいたらぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。はい、っていうところですね。まあ最近とかこう思い出して記憶に残っているようなシーンはそんな感じでございました。はい、やっぱりこれ人によって枠ポイントって全然違うと思いますので、歌唱で湧く人もいれば、やっぱりこういうパフォーマンスキャラクターで湧くポイントもありますので、ぜひ皆さんがですねこのライブで自分がもう個人的にめちゃめちゃ湧いたっていうポイントをぜひ書いていただけるとですね、それを読んだ人もまたその視点で見れるようになるので、楽しむポイントが倍に倍に増えると思うんですよね。はい、なのでぜひですね、まあ、この場はうまくビーズ愛をゆるっと語り合って楽しむというコミュニティですだと思いますので、うまくコメント欄活用してみてください。はい、で結構私はですね衣装とかも結構好きですので、いつも花柄って何なんだろうとかなんでこの組み合わせにしたんだろうとか、そういうふうに思いながらライブ見るの結構好きですね。はい、そしてですね、もうライブの情報が、まあ、来なさすぎてですね、まあ、自分で供給しようと思っちゃったんですかね。夢をですね、ちょうど昨日見ました。はい、ライブに賛成してましたね。はい、まあ、夢なので、多少のとんでもない状況はお許しください。まずはですね、座席ですね。最前列から2番目、まあ、2列目ですね、の席です。なぜ最前じゃなかったのかっていうと、ですね、はい、2列目の一番端っこ右っていうんですかね、上手下手ちょっとどっちか分かんないんですけど、ステージを見て右手の方の端っこでした。はい、端っこですね、一番履けやすいので気持ち的に楽だからいいですよね。はい、でですね、まあ、こんなご時世も関係なくですね、ビーズのお二人がですねステージから降りて客席にですね、まあ、飛び込んでくるというか、こっちに降りてくるっていう演出がありました。はい。で、稲葉さんはですね、結構もう最前の前側は、まあ、飛び越えて、もうすぐ後ろの方にバーッと走っていく感じだったんですけど、ボスはですね、やっぱりゆっくり、練り歩くスタイルですので、最前の方にも来てくださって、この端っこのですね、私とグータッチをするという、なかなか美味しいですね。はい、ポジションをいただきました。あ、すいません、夢なので、はい、夢なのでですね、はい、そこはちょっとこうね、はい、すいませんね。はい、でですね、でまあ曲が終わり、後半に移るときはですね、なぜか会場を移ります。はい、で会場から会場へランニングをする、みんなでランニングをするというですね、まあとんでもない演出になっておりましてはい、2時間かけてですね、会場にランニングをして到着し、そこで演奏するというですね、はい、非常に私の脳内はですね、どうなっとるんだっていうところでですね、そんなようなライブでございました。はい、すごく晴れた日のですね、田舎町というか、はい、周りは田んぼだったかな、ちょっと緑が多かったですね。はい、そんなのどかな風景でライブを楽しみましたというような
まあ、オチというか夢でございましたですね。はい、まあ、それぐらいですね、まあ、ライブ楽しみで仕方がないよというところで、そういう、まあ、夢を見たっていうところですね。まあ、皆さんはどうですかっていうところですね。はい、ではですね、これぐらい、まあ、ちょっと夢になるぐらいですね、まあ、やっぱりライブが楽しみだっていうところなんですけれども、はい、ぜひですね、もう言うてもですね、本当にもう来週から始まってしまいますので、ぜひですね、初日行ける人は本当におめでとうございますというところで、体調には気をつけてですね、ぜひライブを思いっきり楽しんでいただければなと思います。もう本当に初日を勝ち取るって羨ましいと思いますので、まあ、いろんな稲葉さんと松本さんとリズム隊の皆さん、ぜひ目に焼き付けていってください。はい。では最後ですね、おまけです。これはですね、本当に余談レベルでございます。はい、ビーズとですね、ジャニーズが好きな私がおすすめするジャニーズジュニアっていうところで、今回はですね A グループ所属の小島健くんを、おすすめしたいと思います。はい、以前はですね、セブンメン侍に所属の矢花レイくんを、おすすめしたんですけれども、やっぱりこれ全くですねビーズさんと関係がないというわけではなくてですね、少し関係があるというところで、この小島健くんはですね、私稲葉さんにこうビジュアルというかワイルドさがすごい、ステージに立っている時のですねワイルドさがすごく似てるなと思ってですね、まあこう目が惹かれたわけでございます。はい、そしてですねビーズの楽曲をですね、まあ、彼らが出ている番組でまあところどころ使っておりますので、私の中でですね勝手にもこれは関連付けて見るようになりました。はい、例えばですねダイビングライセンスをそのこの小島くんが取るぞっていうような時にはダイブがですねコーナーの曲として使われたりですね。はい、ラジオ番組のコーナーで、視聴者の方から寄せられたこうお手紙を実践するときのウルトラソウルを10回言うとか、まあ、そういうことをですねやっておりまして、これいつかビーズさんと絡めるんじゃないかなっていうふうに思いながらですね見ているわけでございます。はい、でこの彼が所属しているこの A グループっていうですね、アルファベットの A に、ちっちゃいひらがなの A にびっくりマークですね。で、A ですね。A やんとか、そういう意味合いの A ですね。はい。で、この A グループはですね、グループ自体もバンドとロックで、やっているので、まあ、非常にですね、こう、まあ、第二の TOKIO じゃないですけど、こう、ビーズさんとこう近しいものも感じてですね、もうこのライブの時のグループ感がすごくいいなっていうふうに思っております。はい。ですのでですね、ぜひ、ビーズさんが好きで、かつですね、こういう、まあ、少しですね、まあ、楽しみを、他の楽しみも見つけたいよって方がいらしたらですね、ぜひこのジャニーズジュニアだけの、YouTube チャンネルも、ございますので、ぜひ彼らのパフォーマンス動画、ぜひご覧になってください。はい。こういうふうにですね、こうビーズからちょっとずつこう派生していくといろんな楽しみが、見つけられたりしますので、はい、ぜひ暇つぶしというかですね、さらなるワクワクを増やす一つのネタとしてぜひお聞きいただければと思います。はい、ということでですね、以上に、以上とさせていただきます。今回はですね、フリートークでだらっと喋ってしまったんですけれども、もう本当にライブが始まるのを楽しみにしてますし、ツイッターとかで早く皆さんの感想を聞きたいなって思うのが本音のところでございます。はい、ぜひ皆さんもですねライブに向けたですねワクワクであったりとか、今こんな気持ちだよっていうことがあれば、ぜひコメント欄に書いてですねシェアしていきましょう。はい、では今日は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。